山際大志郎国務大臣。経済財政政策担当大臣として、我が国経済の現状と課題、政策運営の基本的考え方について所信を申し述べます。この2年間、世界経済は新型コロナウイルス感染症の影響を受け続けてきました。今もまたオミクロン株の世界的な感染拡大に直面しています。緊張感を持って、その動向を注視するとともに、予防、検査、早期治療の枠組みを一層強化し、万全の体制を取ってまいります。我が国経済については、一昨年来の新型コロナウイルス感染症による厳しい状況から徐々に回復しつつありますが、対面サービスを中心に、感染症の影響を大きく受けた業種、そこで働く方々、あるいは休業を余儀なくされた方々など、国民生活や経済への影響は依然として続いています。まずは厳しい状況にある方々を全力でお支えし、経済活動の再開、拡大に向けた基盤を整えていただきながら、傷ついた日本経済を一日も早く立て直す、あわせて感染状況について、最悪の事態を想定して、医療提供体制の強化やワクチン接種の促進、治療薬の確保に万全を期し、経済社会活動を極力継続できる環境を作り、安全安心を確保してまいります。また、世界的に生じている半導体不足等のグローバルサプライチェーンを通じた供給制約、原油などの資源原材料価格の世界的な高騰など、我が国経済を取り巻く環境には多くの下振れリスクが存在しています。内外経済の動向を常に注視し、感染症による影響や金融資本市場の予期せぬ変動等の影響にも十分な目配りを行いながら、万全の経済財政運営を行ってまいります。こうした観点から、昨年11月、財政支出 55.7 兆円に上るコロナ克服、新時代開拓のための経済対策を閣議決定し、12月にはその裏付けとなる令和3年度補正予算が国会で成立しました。医療提供体制の強化をはじめとする感染症対策の強化や、厳しい状況にある事業者や生活にお困りの方々への万全の支援、安全、安心を確保した上での経済社会活動の再開といったコロナ対応と同時に、ウィズコロナ、ポストコロナの経済社会をしっかりと見据え、成長戦略と分配戦略を車の両輪にした成長と分配の好循環を起動させる未来志向の経済対策としております。この経済対策の効果をより早く、より多くの人々にお届けできるよう、地方や現場の声をきめ細かく聞きながら、円滑かつ着実に実行してまいります。令和3年度補正予算と令和4年度本予算を切れ目なく、16ヶ月予算の執行を通じた万全の経済財政運営により、実質経済成長率は今年度に 2.6% 程度、来年度に 3.2% 程度となることが見込まれ、GDP は来年度には過去最高となると見込まれます。我が国経済を一日も早く民需主導の自律的な成長軌道に乗せ、デフレ脱却、経済再生が実現できるよう、全力で取り組んでまいります。危機に対する必要な財政支出は躊躇なく行い、万全を期します。経済あっての財政です。経済を立て直し、そして財政健全化に向けて取り組みます。また、新経済財政再生計画改革工程表の着実な実行や、エビデンスに基づく政策立案により、適切かつ効果的な支出を推進してまいります。日本経済を成長軌道に乗せた上で、岸田政権が目指す新しい資本主義を実現していきます。新しい資本主義は、健全な民主主義の中核である中間層を守り、
気候変動などの地球規模の課題に対応しつつ、力強く成長する経済社会への変革を目指すものです。この変革に向けて、単に競争や市場に任せるのではなく、官と民がそれぞれの役割を果たすことで、成長と分配の好循環を実現してまいります。まずは成長戦略です。科学技術、イノベーション、気候変動問題への対応、デジタル、経済安全保障を柱とし、大胆な投資を進めてまいります。その際、政府、民間企業、大学等、地域社会、国民生活者がそれぞれの役割を果たすことが重要です。科学技術、イノベーションについては、10兆円規模の大学ファンドを本年度内に実現し、運用を開始します。また、世界と伍する研究大学に求められるガバナンス改革や、外部資金確保の強化などの大学改革の実現に向けて、新たな大学制度を構築するための関連法案を今国会に提出する予定です。加えて、人工知能、量子、ライフサイエンスといった最先端の科学技術の開発力を強化します。気候変動問題への対応については、エネルギー供給のみならず、需要側のイノベーションや設備投資など需給両面を一体的に捉えて、クリーンエネルギー戦略を作ります。デジタルについては、デジタル田園都市国家構想の実現に向けて、自動配送や自動運転、ドローン宅配、テレワークといったフロンティア部分を地方から実装します。このため、自動配送サービスや自動運転移動サービスについて、今国会に関連法案を提出し、構造改革を進めてまいります。経済安全保障については、サプライチェーンの強靭化や、基幹インフラの信頼性確保などを進めるため、与党との協議を踏まえ、今国会への新たな法案の提出を目指し、経済安全保障の確立を進めてまいります。次に、分配戦略です。人への分配はコストではなく、未来への投資です。官と民が共に役割を果たすことで、成長の果実をしっかりと分配し、消費を喚起することで、次の成長につなげます。まずは、国が率先して、看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の給与を引き上げます。その上で、民間企業における賃上げを支援するため、賃上げ税制や補助金など、あらゆる施策を総動員していきます。また、中小企業等が、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるよう、パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージに基づく取り組みを進めるなど、賃上げに向けた環境を整えてまいります。付加価値を創出し、経済的豊かさや力強さをもたらす原動力は人です。人への投資を抜本的に強化するため、3年間で4000億円規模の施策パッケージを講じてまいります。春には新しい資本主義実現会議において、全体のグランドデザインとその実行計画を取りまとめます。TPP11 と経済連携の強化も進めてまいります。我が国はこれまで TPP11 協定等の経済連携協定の推進を通じて、自由貿易の旗振り役としてリーダーシップを発揮してきました。日本は昨年の TPP 委員会議長国、本年の副議長国として、引き続き本協定を通じた自由貿易の推進や、デジタル化などの新たな課題への対処において、主導的な役割を果たしてまいります。昨年6月、TPP11 として初めて、英国の加入手続きの開始を決定しました。TPP11 は、自由で公正な21世紀型の新たなルールを確立するものであり、市場アクセスの面でも、ルールの面でも高いレベルの内容となっています。日本は英国の加入作業部会の議長の立場で、手続きが協定の高いレベルを維持しつつ進むよう、他の参加国とともにしっかり取り組みます。また、その他の加入に関心を示しているエコノミーについても、
協定の高いレベルを満たす用意ができているかどうかについて、しっかりと見極めてまいります。合わせて、成長戦略に沿った我が国の発展につながるような対日直接投資を戦略的に推進してまいります。子どもから子育て世代、お年寄りまで、誰もが安心できる全世代型の社会保障を構築してまいります。先ほども述べた、看護、介護、保育、幼児教育などの現場で働く方々の給与の引き上げは、分配戦略としても最優先の課題です。その第一歩として、民間部門における春闘に向けた賃上げの議論に先んじて、昨年11月に閣議決定した経済対策において、必要な措置を行い、前倒しで引き上げを実施することと、ことにしました。さらなる引き上げに向けて、昨年末に取りまとめていただきた中間整理に沿って取り組みを進めてまいります。男女が希望通りに働ける社会や、社会保障による負担増の抑制を目指して、女性の就労の制約となっている制度の見直し、勤労者介護保険の実現、子育て支援、家庭介護の負担軽減、若者・子育て世帯の負担増を抑制するための改革等について、全世代型社会保障構築会議において議論を進め、取り組みを前に進めてまいります。新型コロナウイルス感染症という厳しい状況の中にあっても、デジタル、グリーン、人工知能、量子、バイオ、宇宙など、新しい時代の種が芽吹き始めています。リモートワークをはじめとする私たちのライフスタイルや意識も大きく変化しました。この萌芽を大きな木に育て、経済を成長させ、その果実を分配政策によって、しっかりと国民全員で享受していく、明るい未来を皆様と共に築いてまいりたいと思います。国民の皆様、議員各位のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ただいまの演説に対する質疑は、次回に譲りたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。本日はこれにて散会いたします。